はい、YouTube、オードマン TV のオードマンです。本日、派遣の仕事が休みの私はこちらにやってきました。JR 北広島駅でございます。ついに到着しました、エスコンフィールド北海道。おー、すごい。入ったらもう、すぐに球場というか、スタンド。今現在ですね、既に日本ハムファイターズの選手がですね、フィールドで、試合前の練習をしていますね。すごいですね。で、場内のですね、あのビジョンもすごい綺麗。すごいですね。見えますか？あ、そしてこれが噂の温浴温泉施設のタワーイレブン。いつかここで、温泉に入りながら試合を見ることができればいいのですが、いやー、パネルもすごいですね。で、今回ですね、私の席はですね、一塁側の3階席なので、あの奥が今回の本日の私の席でございます。試合開始までですね、もうあと30分ぐらいしかないんですけども、なんかご飯が食べたいし、あそこにですね、すぐそこにグッズコーナーもあります。グッズコーナーでもですね、少しちょっと聞いてみたいと思うんですけども、果たして、試合開始までに時間が間に合うでかどうか分かりません。ファイターズのグッズショップですね。中もですね、大変混み込みとなってます。グッズはどうしようかな。今回まあいいかな、お金もないし、今回はグッズを買うのやめます。お、ちょっといいものが見えてきました。これだけちょっと撮影したいな。これだけちょっと撮影したいです。この間ですね、もやもやサマーズでもですね、サマーズがここの前で撮影してましたね。見えますか？壁画でございます。ダルビッシュと大谷の壁画となってます。このお母さん、いいとこで撮ってますね。ベストショット落ちます。 WBC 感動ありがとう。大谷選手、ダルビッシュ選手、今年ポストシーズンも頑張ってください。ここで日本ハムのですね、なんかホットドッグ的なものを買いたいなと思ったんですけども、無理ですよ。果てしない行列がずっと奥の方まで続いてます。とりあえずこれ、試合が始まるまではちょっと飲食店は厳しいかなという感じですね。で、その日本ハムの隣にある空と芝というショップも飲食店もですね、こんな感じとなってます。こりゃ無理だ。こちらにあるシートはビッグボスシートでございます。こう見えてもちろん有料席でございます。で、このシートはですね、あちら一塁側のですね、ファイターズのベンチで新庄剛志監督が座っているシートと同じものがここにあるビッグボスシート、ここに座れば監督気分になれる特別なシートでございます。今ですね、今私、YouTuber のスーツさん、あの交通系 YouTuber のスーツさんと私ここで今すれ違いました。で、すれ違う瞬間、目と目が合いました。で、スーツさんですね、こうマスクをしてたんですけども、ここの感じがあのまま、YouTube で見るあのままだったんで、すぐに私、分かりました。で、目と目が合って、向こうもですね、あ、バレたみたいな感じで、そのままいてしまったんですけども、いやまさかですね、スーツさんがですね、この4月3日のエスコンフィールドに来てるとは思ってもみませんでした。もしかしたらそれと合わせて交通系の動画が出るかもしれません。
楽しみでございます。試合開始15分前、ようやく私は席に向かってます。で、球場内なんですけども寒くないです。先ほどの外ははっきり言って寒かったんですけども、さすがにこの球場内、暖房が入っていることもあって、で、暖かいですね。私その屋外を想定してこのダウンジャケットを着てるんですけども、はっきり言ってこの中では必要ないです。あー、すごいすごい、エスカレーターだったらこんななんかワクワクする。見えますか、七つ星横丁ですって。すごい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 。あー、さすがにですね、ちょっとこっちのフードコーナーも混み込みの状況となってます。あ、面白い、このなんかね、椅子じゃなくてね、芝生のお座敷っていうんですかね。いや、すごいな、これは楽しいわ、ね、ここでね、ずっと飯食ってるだけでもいいですよね。で、先ほどあのリポビタンゲートから入った入場券で多分ここで飯食えると思うんですよ。で、試合はここから、軽く見る感じだと思うんですよね。あー、すごいすごいすごいな、日本ハム、日本ハム、あ、ビルの上子さんかわいい。まあいいや、ほんとね、ここあとはね、アクセスなんですよ、アクセス。あ、トイレ、トイレも込み込み、トイレも込み込みですね。あ、すごい、インフォメーションなんてあるんだ。へえ、面白い。へえ、すごいな、すごいなと言ってる場合で、あともう10分ぐらいで試合が始まります。とりあえず席に向かいます。で、私の席は内野席の3階の奥地なんで、ここからですね、またエスカレーターに登って3階に上がります。今回チケットはですね、もう最後の最後で、ファイターズ会員になってないんで、最後の最後だって買ったんで、もう本当に最上階の端々のところしかなかったものと思われます。まあいいかなという感じですね。いつかですね、グラウンド横の、本当のグラウンド横のあのシート、あそこで見られたらいいんですけど、あそこね、2、3万ぐらいするんですよ、高い。派遣のね、私にはですね、ちょっとそんなお金はないです。あ、一応ここもビール、でもビールの売り子さんいないのかな。ちょっと一旦席向かいます。
まだまだ試合は続いてますが、私まだお昼を食べてません。お昼を食べずに午後1時のプレーボールを迎えたので、さすがにですねお腹が空きましたので、何か球場内のフードコーナーでご飯を食べようかなと思ってます。お、8強が入ってる。8強、皆さんご存知ですか？札幌で人気の海鮮系居酒屋の有名な8強ですね。見えますでしょうか？こちら海鮮系で、すすきのにですねこの8強のお店が何店舗があって、いつもここ超満員のお店なんですよ。8強ね、いいですね。ちょっと他も回ってみたいと思います。こちらが3階フロアのレイアウトでございます。先ほど私が見ていた席はこちら428の P、 こちらが私が先ほどいたお店でございます。そしてその隣にあるのが、同じ3階フロアの飲食店でございます。バル、カラー、ラーメン、ホタル、ナルトや、半揚げで有名ですね。そして、海鮮の8強と温泉と海鮮系、3階フロアにはこの5店舗があるということでございます。ここですね、レフト側の3階席なんですけども、ここレフト側は2階がないんですよ。なので下がですね結構高さがあって怖いんですよ。ちょっと見てください。わかりますかこの感じ。これね本当怖い。3階席がこの柱で浮いてるんですよ。こんなのですね、稲葉ジャンプしたらもうボコンと、よく海外であるじゃないですか、この観客席がボコンと落ちる。本当ねちょっと怖い。そんな3階席に皆さん座ってます。あ、すごい。このレフト側の席の反対側にですねこういうテラスがある。面白い。ちょっと出てみよう。すごい。そしてすごいけどなんか寒い。わあ、すごい。飲食店のテーブルがあって、すごいね。そしてここからですね、北広島市の風景が見ることができるというテラスがこんなとこにある。面白い。これはね、だからなんて言うんでしょう、試合に飽きた子供たちがここでちょっと走り回るというのもありではないでしょうか。面白いですね。さすがファイターズ。ただし交通アクセスは最悪です。先ほど私は画面中央ぐらいの場所で見ていました。であそこら辺って照明がなくてですね、手元がちょっと暗かったんですけども、こちらのですねフィールドの方に来るとさすがに照明がですね当たっていてとても明るいですね。でこうして見ると楽天の選手がブルペンで投球練習をしている。そしてその上にはタワーイレブンで、温泉を履いている人たちの姿が見ることができます。こちらはライト側外野スタンド先から見た光景となっております。ライト側から見るとこんな感じとなっております。あ、ここ先ほど見たですね、2階席がない3階席が宙ぶらりとなっている席です。ここですね、下がですね、何もないから本当に稲葉ジャンプしたらこの3階席がズトンと落っこちるんじゃないかと思ってしまうぐらいちょっと怖い席となっております。でここがレフト側の温泉になってますね。あ、そしてここセンターなんですけども、飲食店の上がテラス席となっていて、ここで飯を食いながら野球観戦ができるのかもしれません。有料席かどうか分かりませんけども、機会があったらここで食べてみたいと思います。でライト側の3階席最上段はここですね。こんな感じとなっております。
ここにもですね、外に出られるテラスがあって、ここからはですね、こんな感じでボールパークビレッジが見渡せるという感じになっております。素敵ですね、すごいですね。こちらが2階フロアのレイアウトでございます。で、2階フロアはですね、さすがに飲食店が多いですね。結構いろんな種類のものがあります。なので、どっかでさすがにちょっとお腹が減ったので、食べたいと思っています。あ、ここのお店はホットドッグなどのスナック系のお店のようですね。あ、ここのお店のすごいところ、素晴らしいところはここにですね、モニターがあります。なので、レジ待ちしている間も試合の経過を見ることができる、とても素晴らしいサービスではないでしょうか。で、その隣のお店は何だろう、英語が読めないけど、お肉の絵が見える、お肉の写真が見えます。焼肉、お肉系のお店ですね。あ、このお店素晴らしいのは従業員、店員さんが誰もマスクをつけていない、とても素晴らしいですね。政府がですね、ノーマスク、もうノーマスクにしていいよと言っているにもかかわらず、実際球場のほとんどの人がマスクをつけている。なのにここの店員さんは誰もマスクをつけていない、とてもグッドです。お、面白い。ドッグなんとか、面白い。あ、ワンちゃん、すごい。ペットを連れ込んで野球観戦ができる、すごいですね。これが、あ、エスコンフィールド、コケド。こちらは一塁側のコカ・コーラシートとなっております。ご覧のようにちょっと座る位置が高いシートになっていて、さらにはですね、テーブルがついてるんですよ。なのでフードコートで買ってきた飲食店をここで食べながら見ることができる、とても素晴らしい席です。もちろん有料席。なぜこちらがですね、コカ・コーラシートというのかと申しますと、この理由はこれにあります。こちらがコカ・コーラゲートだからであります。皆さん、コカ・コーラを飲みましょう。もっとどんどんコカ・コーラを飲みましょう。こちらの球場なんですけども、もちろん車椅子専用の席もあります。ご覧のように見えますでしょうか、下にですね、車椅子マークのある席、ここがですね、車椅子ご利用の方と付き添いの方専用の席となっております。そういうですね、誰にでも優しい球場、それがエスコンフィールドと言ってると、もうまた他の飲食店が出てきました。こちらはですね、なんかよくわかんないスイーツ系ですね、スイーツ系のお店。あ、ここにもですね、ちゃんとモニターがついている、素晴らしいですね。あ、まあ、全部のところに、まあ、至る所にモニターはありますけども、あ、隣、町村農場、まあ、ソフトクリーム系、スイーツ系で有名な町村農場、込み込みですね。あ、隣もスイーツ系ですね、リトルジュースブル、ジュースブル、こうして見るとですね、結構座らないでこうやって突っ立っている人たちが、球場内かなりいるんですよ。これがなぜかといったら、先ほど私が動画の最初の方で言った入場券ってやつだと思うんですよ。この人たちは入場券だけ買って、席はないので、こうやってちょっとしたスペースで試合を見るという、そういうやり方もありなのかなと思ってます。こちらはですね、バックネット裏からの景色となります。バックネットからはこんな感じに見えます。結構ですね、バックネット裏の1階、今はバックネット裏の2階席なんですけども、結構ここいいなぁ、思いませんか。まあ、それなりに値段も高いですけどね。ということで、私は先ほど見た七つ星横丁にやってきました。こちらの方で何かを食べたいかなと思ってます。
10店舗ぐらい確かこの球場の中には飲食店があるらしいんですよ。なんですかね、なんですか、このたこ焼きの和かな、これがなんか混んでるとか、そんな美味しいんでしょうかね。和かな、たこ焼き道楽和かな、すごい、まあ、確かに有名なんでしょうね、込み込みですね。せっかくなんでここでしか食べられないのももちろん食べたいですよね。先ほど見た木村選手、よかったら一緒に動画、ありがとうございます。ありがとうございます。面白い、楽しかった。腹減った。さすがにですね、試合前に見てた、この日本ハムフードコートついてますね。いいですね。あとここですね、ソラトシバ、センターのですね、テラス席、ここって金かかるのかな。どうなんだろう。混雑時は60分まで、別に料金ないな。なるほどね。ちょっと面白そうだな。なんかこちらでなんか商品を買えば上に行ってもいいみたいですね。ちょっとなんか買って上行ってみようかな。こちらですね、先ほどライトのスタンド席から見たセンターのテラス席となっております。センターのテラス席はこんな感じとなっております。でこちらですね、2階のあそこかもしくは1階の店舗で、飲食を買えば60分まで無料で使うことができます。ただしゲームを見ることができないので、備え付けのモニターを見るしかありません。お金を出せば最前列の有料席に座ればゲームを見ることができます。で私は、今回ですねこちらのクラフトビールを買いました。こちらで作られているようです。とてもですね飲みやすくて美味しいビールとなっております。試合が終わりました。残念ながら本日日本ハムファイターズは楽天に負けてしまいました。そしてこれからここからが問題です。この陸の孤島エスコンフィールドから一刻も早く脱出しなければ帰れません。90分のとりあえず今日帰りはですね、バスに乗りたいと思います。新札幌行きのバスに乗って、札幌とりあえず、向かいたいと思います。やばいです、焦ります。
とりあえず列にはですね、16時20分から並び始めました。で列がですね長蛇 にもかかわらずバスが1台しか来てません。しかもですね路線バスじゃなく観光バスタイプの人があんまり乗れない、むしろ人がゆっくりリラクゼーションして座れる観光バスが1台来るというとてつもない状況ですね。これですね本当にもう90分コースありえますよ。なので春先のまだ寒い今ダウンジャケットで来ることを私はお勧めします。はぁ、参った。とりあえずですね、無事新札幌駅に到着しました。エスコンフィールドを出てからですね、だいたい25分ぐらいですね。だいたい、エスコンフィールドでは30分並んで、バスに乗ることができて、そして30分かけてようやく新札幌に着きました。まだあのままエスコンフィールドに並んでたらもう30分かかってたかなと思います。疲れましたわ。やっぱりですね、この交通アクセスのがですね、エスコンフィールドの改善が今後の課題になるかなと思われます。疲れた。まあ、正直今日はですね、もう後半の方は、5回以降はもう試合のほとんど見ないで、エスコンフィールドの紹介をしてしまったという感じになりますね。今度はですね、エスコンフィールドは、まあ、先ほども話したように入場券があれば中に入れます。試合のない日は入場券なしでタダで入れます、確か。なので、まあ、エスコンフィールドまではバス代の交通費はかかりますけども、なので今度はですね、そのエスコンフィールドに行って、今日食べられなかった、他のグルメを食べてみたいかなと思っております。疲れた。時刻はですね、まあ、夕方5時半ということなので、ちょっと晩ご飯を食べてですね、家に帰ろうかなと思っております。ということで、こんな派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。